伊原ラ西角、西諸国話より、ミオステアブラツボ、鳥山石縁、ガト百鬼夜行より、バーガヒバーガ、火は、河内国や丹波国に伝わる開花。漢方時代の雑書、諸国里人団、伊原ラ西角の雑話、西角諸国話、江戸時代の怪談本、古今百、物語評判、河内官明書記、鳥山石縁の妖怪画集。 ガト百鬼夜行などの古書に記述がある。諸国里人団によれば、雨の夜、河内の平岡に大きさ約一尺の火の玉として現れたとされる。かつてある老女が平岡神社から灯油を盗み、そのたたりで開花となったのだという。河内に住む、ある者が夜道を歩いていたところ、どこからともなく飛んできたバーが火が顔に当たったので、よく見たところ、鳥のような鳥の形をしていた。 やがてバーが火が飛び去ると、その姿は鳥の形から元の火の玉に戻っていたという。このことから、妖怪漫画家、水木しげるは、このバーが火の正体は、鳥だった可能性を示唆している。この老女がバーが火となった話は、三角諸国話でも、身を捨て油壺として記述されている。それによれば、バーが火は一里を、あっという間に飛び去ったといい。 バーガ火が人の肩をかすめて飛び去ると、その人は3年以内に死んでしまったという。ただし、油差しというと、バーガ火は消えてしまうという。京都府にも、保津川に、バーガ火が現れたという伝承がある。古今百、物語評判によれば、かつて、亀山近くに住む老女が、子供を人に圧戦すると言って親から金を受け取り、その子供を保津川に流していた。 やがて天罰が下ったか、老女は洪水にあって溺死した。それ以来、小津川には、開火が現れるようになり、人はこれをバーガヒと呼んだという。ガト百鬼夜行にも、バーガ、人と題し、海火の中に、老女の顔が浮かび上がった姿が描かれているが、河地国に、ありというと、解説が添えられていることから、河地国の伝承を描いたものとされる。 平岡で神社から油を盗んだ老女は、その罪を恥じて、池に身を投げたという伝説もあり、大阪府東大阪市出雲井町の平岡神社には、この伝説にちなむ池、馬が池がある。これは、老女の悲嘆を後世に残すべく、大阪のボランティア団体が中心となり、土砂に埋まって失われた池を整備して、復元させたものである。ありがとうございます。